4月、空は快晴で、桜も満開です。ここはカトリックの教会です。福岡市博多区の美濃島にあります。皆さん、何か並んでいるようですが、ああ、床屋さんのようですね。床屋、どのくらい行ってないかな。今回の主人公、藤間重治さんです。藤間さんはいろいろな事情をお持ちのようです。藤間さんは大分の出身です。15歳から理容師としての技術を磨き、やがてお店を任されるのですが、65歳の時病気などが重なり、職を求めて歩いて福岡市を目指します。季節は3月、まだ寒さが厳しい中、雪が残る山で眠られたこともあったそうです。11日間かけてようやく福岡市に着きます。しかし頼るあてもなく、そのままホームレスの生活に入ります。それでも命より大事な散髪の道具だけは離されなかったそうです。藤間さんが一日一食で何とかしのいでいた時、先ほどの教会でカレーを食べさせてもらいます。藤間さんは今でも、あのうまさは忘れられんと言われています。食事の提供は NPO 法人美濃島めぐみの家で毎週1回行われています。食材は生協などから支援を受け、この温かい食事100から120食が出されています。足りなかったらお返ししてくださいね。お願いします。そして住まいもここから紹介を受け、福岡市東区の田の津にある放牧館福岡に入ることができます。この施設はホームレスなど生活に困った皆さん約80名を受け入れ、行政と連携しながら職業に就くサポートや地域での安定した生活への支援を行っています。藤間さん、よかったですね。当時のことをスタッフの上野さんにお聞きしました。藤間さんは放牧館福岡を短期利用されてから、卒業後、放牧館を退所後にずっと散髪ボランティアとして放牧館で理髪をしてくださっています。なかなか散髪に行く時間やお金が少ない方たちばかりなので、長年培った藤間さんの、散髪技術に皆さん大変喜ばれております。これからも末永くお元気で、可能な範囲でボランティアに来ていただけたら私たちもとっても嬉しいです。現在藤間さんはこちらの支援で生活保護を受け、アパートを借りて元気に生活をされています。はい、今日久しぶりに散髪をしてもらって気分がすっきりしました。藤間さんに今日散髪してる間に、その頑張ってとか、その応援の言葉をすごいかけてもらって、その人から応援の言葉をかけられると、その自分のやる気のパラメーターとかもすごい上がりますし、頑張ってって言ってくれる人がいる以上は、その言った言葉に対して、その少しでも届くようにこれから頑張っていきたいと思います。インタビューの後、この若い男性からは元気な声で、将来は福祉関係の仕事に就きたいと話していただきました。ぜひ
夢が叶ってほしいですね。そして藤間さんはここ美濃島恵の家でもボランティアで2週間に1度床屋さんをされています。やっぱなホームレスしよってもな何をしよっても仲間というのを付き合いせんかったらダメよ。ほんでないといざという時にさ助けてくださいという言葉が出らんじゃろうよ。なるほどね、うん、よう言わんとよ言おうと思ってもな11時に行っちゃった。迷惑かけたくないっていうのもあるしな心の中には思いはあるんやけど言葉には出ないね。助けてくれは助けてくれは出らんけどね恵んでくれっていうのは出るね。その恵んでくれがいかん。恵んでくれっていう前に自分がそれだけの収入な自分がな、なんだかんだしてやりよったらな、必ずな、その報いは返ってくるしな。それで、重ねていって努力すれば努力するほどな、裏切らんわ、努力は。そういうもんかな。うん、それで、人に要せんことには自分にも回ってこんって。知らんけん。今日、床屋さん行かせてもらって、さっぱりしてこのままずっと心も体もいい日が継続できればいいと思います。藤間さんは散髪料の全額を美濃島めぐみの家や放牧館福岡に寄付をされています。10人だいたいここは受付が100の時はさ、うん、10人あだいたい1割1割森さんでいいよ。あ森さんでいい。瀬戸さん言うたじゃない。藤間さんはホームレスの人はあれで気負るとでしょうかって言うたよ。体にやさ問題だからさ。いやいやもうかな死ぬまでに真ん中人を助ければいい。問いは片付けします。片付けがあるけど、はいはいね、ありがとうございました。藤間さんが9年前にボランティアで床屋さんを始められた頃のことを瀬戸さんにお聞きしました。その頃は誰も床屋さんがおりませんでしたのでここにいる人の中で、私たちがバリカンを買ってハサミを買ってそのしてくださる人に、お願いしもうですからほとんど坊主だけでした。で藤間さんが9年前に来られるようになったら本当に普通の床屋さんでしてくださるようなあの綺麗にしてもらうもんですから皆さん本当に喜んで私たちは本当に助かっております。藤間さんは私たちにとって本当に良い私たちの力として働いてくださっておりますから感謝いたします。終わりに藤間さんからお話をお聞きしました。でまあなんだかんだ言ってもですね自分も生活保護を受けてこうなったんやからやっぱ何か国に返さないかん。それだけみんなに返さないかんけんもう全て散髪自分には身入りはないけどいかにしてそのみんながようなるようになるかみんながありがとうという言葉が出るようになるかを楽しみに今日まで至ってきました。だから自分だけが良くじゃなくてやっぱみんながよいい方が一番自分のこのボランティアの活動にも役立ちます。やっぱし散髪終わっておやすさんありがとねって帰っていくその人を見るとなんぼ朝辛くてもああ待っとるなと思ってやっぱ来ますね。